あ、帰んないのか。でもね、大切なものって案外簡単に壊れちゃうんだよ。もしハヤッチの大切なものが壊れた時、その原因が私だったらごめんね。それってどういう。え、なんでスマホとパソコンが。ハヤッチに言われたからお茶入れてきたんだけど。バーン。ちょっとアミちゃん、ダンベルとお茶一緒に持ったら危ないよ。大丈夫、指を鍛えてるの。せい。なんでダンベル持ってお茶入れてんだよ。そうか、それで昼飯の時おとなしかったんだな、お前。あの、ハヤトくん。なんだよ。さっきハヤトくんが株買ってるって言ってた会社、とんでもない不祥事で潰れそうだって今ニュースで。マジで、すぐ売らないと。あー。でも普通リスクを避けるために株って分散して買うんだよね。そうしてたけど、開店前の大勝負で全部この会社に。ということは、早く売らないとこの瞬間にも株が紙くずに。まあまあ、とりあえずおっぱいもんどく。ふざけんな、ケミ。だから言ったよね、大切なものは簡単に壊れる。こうして持ち株ストップ安で預金ほぼゼロからカフェテラスファミリア再開。